事故はこの時起こっちまった。ドズンという衝撃音があった。やばい、羽で何かを張ったに違いない。大きな木なのか何なのか、羽がやばいぞこりゃ。船が震えておる。あちゃー、衝撃音とともに船が震え出した。このシャフトやわ、これは。あちゃー、そうそうな、ここの滝っぽとよ、ここで色ちゃうやん。もうそれがもう全然だって。ほーら、そうか、やっぱり曲がっちゃったか。ちょっと当たって曲がるんやな。ああ、バナナ落ちたの半分。まあやな、バナナ落ちたんじゃん。ああ、あららら、10月8日。今日はな、沖に行くかと思っておった。2日続けて行くかと思っとったらな、どうやら休みだ。エンジンがかからない。羽がな、歪んでおる可能性が高いからな。今日は漁が休みだったっていうことでな、朝早くから順番待ちでな、船をドックすることにした。朝、これは今6時前だ。今から船のぼすぞ。もう行ける？行けるか、どうでなかでな、おからな。有田美濃島漁港にはな、立派なドック施設があるわけだ。数年前にできてな、本当に立派だぞ。広いしな、このクレーンみたいなやつでな、ウィーンって釣り上げるわけだ。お、先着がおるの、先着が。やっぱり今日はいい天気だからな、皆さん考えることも一緒だ。船のしおりだ。お、この船はシラスの船。シラスの漁の時にな、魚探を積んどる船だ。魚探でな、シラスを探す役割をする。まあ有田では練炭船とか言うんだけどな。この船は早いぞ。みんなより先にな、漁場に行ってシラスを移すからな。早い船だぞ。かっこいい、大きい船だな、これは。いいよ、この船。かっこいいよ。すごい。これな、前に聞いたときはな、シラスの船っていうのはな、このシューピースっていうか羽の下にな、ワイヤーの上とか通るようにシューピースっていうのがついとるわ。でもな、この船はわざとつけておらん。早い。これ31ノット出る。そしてな、高速で走りながらシラスを移せるようにっていうことでいろんな工夫をしてるらしい。これはいい船やわ。いや、ちょっと早いわ。羽の形が違う。速そう。630馬力ツインターボ。速いぞ。次は住吉丸の番だ。このな、ドック施設ではな、何トンぐらい釣り上げれるんだろうな。わかんねえ。でもな、この浜の底引きでな、だいたい16トンとかな、17トンとか、18トンとか、その辺あると思う。だからまあ、20トンは釣り上げれるっていうことなんだろうな。いろいろコンピューターで制御されとるみたいでな、このいくつかベルトをかけてな、バランスっていうのもあるらしいわ。まあ、いろいろわかんねえけどな、たくみは。でもいい施設だろ。プロペラがな、曲がったらな、まあ扇風機みたいなもんだ。扇風機のな、ペラがちょっと割れたり欠けたりしたらさ、扇風機が急にブルブルブルって振動するだろ。皆さん経験あるかとは思うんだけど、そんな感じでな、船のプロペラもちょっと曲がっただけでな、船がブル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 って震え出すわけだ。そしてな、力が出ないからな、網を引っ張る力がないと。だから引っ張る力がないからな、漁に行っても魚はあんまり入ってこんと。もちろんスピードも落ちるし。今日はだからな、漁に行かんでよかったよ。どれぐらい曲がっとるんだろうな。やばいな、とにかくもうな、船伸ばしたらな、大変だよ、いろいろ経費もかかるしな。もうドッとするからね、これ。ペンキ塗りもな、数ヶ月前にやったばかりなのにな。
本来な羽が曲がってなかったら今日なんか船ドックせんでもよかったのにな。本当にいつどんなことが起きるか分かんねえからな、船っていうのは。ちょっとエンジンが傷んだって言ったらもう数百万単位でお金いるしさ、羽がプロペラがシャフトが何がって言っただけでもうすっごい経費かかるんだから大変だよ本当に。羽しぼやちゃう。ん？曲がっちゃう。おお。立ち乗っちゃう。え？立ち乗っちゃう。ああ。やっぱりバランスからしたらあれやな、あれ舵小さない、小さいね、舵がちょっと上につきすぎてないか、上には向いてないけど小さい、そう小さいわな羽のバランスからしたらちょうどセンターにしか来てないや、もうちょっと下に欲しいか羽が上に欲しいな、あしたら来とないよ、そうな、まあね、ここの先っぽとよ、ここでいいのちゃうやん、おうもうそれがもう全然ダメやほーらおいやなこれすごく、これすごくないねこれなんかおう少し出てない、うん、こんなにかけ入ることない、うんうん、おうないうん、この後な鉄工所さんに来ていただいて見てもらったらな羽は曲がっておった、何箇所か曲がっておってな結構な先っちょじゃなかった根元の方近くから曲がっておった、そしてなシャフトも歪んでおった、だからこれシャフトを抜かないけんわけだ、後ろのな舵を外してなそしてシャフトを抜いてと大変だよ。タグムネはなちょうどそのシーンの時には家に帰っていてなかった。そうか、やっぱり曲がっちゃったか。ちょっと当たって曲がるんやな。このシャフトはこれは。回ってしもてるんか。これは底引きの船。底引きの船はこの羽、プロペラの下に何もガードがついておらんと。これはちょっとでも船を早く走らせるためにね、有田ではこのような感じの船が多いと。で、こっちはバッチ、シラスの船だ。網を引っ張る船。で、これは見たらわかるように、シューピースっていうらしいわ。羽の下にこう、受け皿になっておると。これはな、要するにワイヤーの上を走ったりすると、だからこれだったらワイヤーの上をうまいこと走り抜けることができるから、バッチの船はこのような船が多いらしいわ。なんとかな鉄工所さんがなシャフトとプロペラ持って帰ってな、なんとか直してくれたらしいわ。よかったよ。
また明日から漁に行けるぞ。本当にな、どうなることか思ったよ。シャフトのさらに変えるとか言ったらな、100万ぐらいいると思うしな。プロペラなんかもな、ものすごい高いからな。プロペラタグ船の記憶がある昔でな、5、60万したからな、今だともうちょっとするんじゃないかな。だからな、まあ修理程度で済んだ。まあそれは良かったなと思う。本当にな、船のことっていうのは経費がたくさんかかるの。もう経費、経費、経費で、本当に大変なんだから、燃料費の高騰、経費もいっぱいかかるし、魚は安いし、うんだりけったりだよ、本当に。今日はな、やっぱりドックする船多いからな。この船はな、新しい、割と新しめの船なんだ。早いぞ。早い船っていうのはな、船の底の形を見たらわかる。この船は、早い船だ。はいや、今日もゆくゆく、暴れん坊たくむね。はいや、登録よろしく。バンボー、バンボー、バンボー、暴れん坊たくむね。